早くアルティメイトガレージに着かないと。2回も騒ぎ立てるだって。やあ登録者のみんな、マリア G がお届けするよ。たった今ログインした人のために説明すると、史上最大のレースの優勝者、謎に包まれた男ネバードは、なんと大悪党ドレイブンの極秘スーパークローンだと名乗り出て、しかもドラゴンに乗ってアルティメイトガレージへと飛んでたんだ。ドラゴンだってクールじゃない。悪者なのが残念。でも大きな疑問がある。ドレイブンがぶっ飛んだクローンを送り込んだわけは、どんな悪いことを企んでる。なぜアルティメイトガレージに向かった。チャンネルはそのままだよ、こうご期待。とにかくぶっ飛ばしてガレージを守りに行かないと。ガレージがまだ無事なのか心配だよ。ネバードは何をしでかすかわからない。サソリも、史上最大のレースでは勝てなかったけど、こいつはきっと倒せるはず。じゃあまたあの作戦で。くねくね走行、行くわよ。目が回ってきたみたいだ。私の出番ね。ソフィア危ない。残念。いや、しっかり来るよ。逃げろ。おしまいだな。やった。こいつ目覚めたら化け物級の頭痛がするね。そうね、ここにはいない方がいい。ガレージはまだ無事みたいだ。ええ、でも残念ながら敵もまだいる。驚いたか。完全に打ちのめされたとでも思ったか。このガレージのように。嘘だろ。どうして光ってるの。私の装置に手を出したの。いやいや、進化させたんだよ。君はテトラフレームの力を分かってない。いや、分かってないのはお前の方だ。目を覚ましてさっさとこっちに返せ。なんだか嫌だって聞こえた。まだ終わってないぞネバード。いや、終わった。まだだって。終わったんだ。まだだって。終わったんだ。だからまだだ。どこかに新しい基地を作って作戦を練ろう。奴はどうやってアルティメイトガレージに入ったんだろう。全て暗号化して対策は万全だったはず。だよな、複雑だったから俺は付箋にパスワードを書いといたんだ。ああ、今ので謎が解けた。どこ向かってるの。いいとこ知ってるんだ、来てくれ。繊細な電子機器を扱う場所が水を大量に使う洗車場とはぴったりとは言えないけど、ま、なんとかするわ。手伝えることがあれば言って。ありがとう。はい、モップ。速攻で色を変える基地？色をあらわにする基地ね。塗料の分子構造の内側に隠された別の色彩をあらわにするというわけ。構造とか分子とか何が何だか、でもとにかくイケてるぜ。一人の力じゃない。誕生日プレゼントよろしく。なぜネバードがテトラフレームをパワーアップしてるのかも簡単に分かったらいいんだけど。その前に考えなきゃいけないことがありそうだ。近頃ホットウィールシティで起きた最新の奇妙なハプニングといえば、この巨大なアイスクリームがいきなり現れたことだろうね。ハイストリートとスターストリートの交差点のど真ん中に。チョコフレーバー最新って？見に行こう。もうスピードでぶっ飛ばして。
をつけろ。避けるんだ。次はトラックよ。建物が消えたぞ。この道から離れた方がいい。保安官のバリケードだ。この先もだ。迂回しろだって。あっちだ。入った。誰がこんな道を。この私のようだ。どうやらドレーム。そうとも。お前が作った迷路か。私の話を聞かせるには閉じ込めるしかないと思ったんだ。話なんか聞くか。全部貴様のせいだ。お前が悪い。私は悪いことはしてない。この町に戻ってきたばかりだ。やったのはクローンだよ。じゃあクローンを作ったのは。それがわからない。だから話がしたかったんだ。お前がクローンで俺たちの気をそらしてまた悪巧みしようとしたんじゃないのか。ああならよかったがな。違う。このおかしな出来事の謎をみんなで解ける場所が一つだけあるわ。みんな、まさかドレイブンと手を組もうってのか。やつは悪党だぞ。エリオット、敵の敵は味方ってことだ。とりあえず今だけ賛成だ。南側から近づいていけば目の前に来るまで敵は俺たちの数がわからない。サプライズができるってことだな。気に入ったぞ。おいチェイス、奥の手を教えていいのか。また別の手を思いつく。今はやってみよう。殺しだ。じゃなくて、俺たちのサプライズは成功したみたいだ。あとは危ない。もっとでかい車がいる。それと船もね。よーエリオット、いつもと違って変じゃないか。俺の指の長さがバラバラなこと。違うって、車だよ。色がなくなってる。一体どうなってんだ。これぞ私の最大の悪巧みだ。この色消しレーザーガンでホットビールシティ中の車をタイヤを引きずる白と黒のつまらない箱に変えてやったぞ。レースは中止。カースタントはストップし、イケてる車どもの姿はいまいちな感じになるだろう。どうかしたか、ドッグヘビ。色消しレーザーガンは一時的な仮の名前だ。悪そうな名前をたくさん思いついてまくってる。あんなつまらないビームからは逃げないと。ぶっ飛ばせ。あんなレーザーシャフトにもして。光線銃と鬼ごっこだ。なんで俺たちレースをやめた。はあ、黄色に紫色が映えるボディが道路を跳ねないとこのフォワードフォースも調子が出ないってことさ。前へ突き進む気にならない。力も出ないし。その気持ちはわかる。俺も派手なデザインや赤いシートとホイールがなくなってこのナイトシフターを走らせる気持ちが消えた。お二人さん、ノロノロ車線を走ってる気分はどう。つまんない。じゃあ一人でレースするわ。どうせ私に勝てるのは私しかいないし。あっそう。ああ好きにしろ。ツインミル。レースするんじゃなかったのか。燃える赤のボディとチタンのホイールがなければこのツインミルは見る影もないわ。ドレイブンよ、奴が車から色を奪ってるの。すぐにあいつが一番速くてイケてるドライバーになる。やったぞ。ほらな、これが私の悪巧みだ。ちゃんと考えてあったろ。これでも
笑ってられるか。誰かドレイブンを見てない？大きな光線銃とかなかった？俺たちの伝説的なドライバー人生もここまでか。法定速度も守ってる。はあ、これから一生ローギアか。ゆっくり渡りな、お嬢ちゃん。こっちものんびり行くから。悪い知らせよ。ドレイブンが見つからない。このまま退屈な日が続くんだわ。何を指さしてるんだ？洗車場？その手があった。車は洗えばいつだってピカピカによみがえるでしょ。まるで新車みたいに。じゃあ洗車で俺たちの車も復活するっていうのか？答えを知るにはやってみるしかない。止まれ、1秒も無駄にするな。スピード出すな。いいか、ゆっくり行け。今やこの街で一番速いドライバーはこの私だ。蛇の前を通り抜けるぞ。やっぱり無理か。俺たち前はこうじゃなかっただろ。こういう時はとんでもないことをやらかしたもんだ。こんなに冴えなくなる前はいつも車を飛ばしてた。急発進だ。ペダルを踏み込め。エンジン全開。馬力が足りない。残された道はただ一つ、ホットウィールシティドリフトだ。マジか。確かに伝説の作戦だけど危険だぜ。シフトチェンジをしくじれば横滑りしたまま止まらなくなる。いいか、チャンスは一度きりだ。今だ、スピンしろ。ヘビも目を回す。カースタント作戦だ。冴えてるぞ、エリオット。お前は今でもホットウィールシティ1のろくてダサいドライバーのまんまだ。やれやれ、いつものホットウィールシティに戻ったみたいだぞ。ほとんど戻ったってとこか。ありゃまともじゃない。ほんと。悪いけど絶対に太刀打ちできない。超次元級の助けを呼ぶか、ランプのせいでも出てこないと。最初の願い事は決まってる。ループを増やしてもらう。陸に移ってからどうするか話し合うとしないか。ここも陸じゃなかったのか。ついてきて。ついてくだけで必死だ。ドラゴンならなんとかなるけど、スーパーシャークは地上からは取れないんだから諦めなって感じだね。でもなんとかしてみる。サメのアクションシーンを取り逃すなんて悔しすぎるよ。ヒレが近づいてきてる。この車はファストフィッシュって名前だが、餌になるのはごめんだ。いなくなったぞ。なあみんなもビビってるか。ああ俺だけかと思った。もっとスピード上げるよ。マカロニ。そしてチーズ。ドライブ手伝って。上から下から。まったくどこ行きやがった。どうやってるの。いいこと思いついた。でもガレージを見てから出ないと。よし、俺たちがこいつの相手をしてる間、クイーンとドレイブンはガレージ。了解。急げよ、サメに勝てる車じゃない。あいつらもなんとかしないと。ドラゴンは任せろ。君はゴリラをインポッシブルジャンプで落ち合おう。了解。よう、そこのイケメン。猿のお尻みたいな匂いがする。ドレイブ、青い友達と一緒に向かってるわよ。フランケンファイヤーと向かってるぞ。
ラだ。あなたも。あれがテトラを増幅させるアンプ？だから建物が光ってるんだ。あいつはテトラフレームを使って街中から電力を吸い取ってるってわけさ。どこまでサメを連れてく？なんてフィッシュレースだ。ハイスピードの悪ふざけか？面白い。クイーンが答えを見つけてくれたらいいんだけど、このままじゃガス欠よ。街もガス欠らしい。見ろ、まさにホットウィールシティ中のパワーを吸い取ってる。なんでそんなに電力が必要なんだ。さあね、でもやたらと熱くて頭の中が溶けそう。ネバードは寒冷シールドを使って気温を調整してるはず。そうね、でもコンピューターは極端な暑さや寒さに不向きよ。サメも同じだな。天才ね。ありがとう、君にそこまで褒めてもらえるとは。お返しよ。しかしこれが片付いたら敵同士に戻るんだ。最大の敵、他のみんなを助けに行こう。こんなの情けないわ。町で一番速いドライバーなのに。2番目に速いだ。この話は後で。誰が一番速いかは決められない。自分たちじゃない。サメは鼻が弱点だ。助かったよ、お前が動物の番組が好きで。いつまでもこうしてはいられない。ああ、俺は腹ペコだ。腹ペコすぎてアイスクリームトラックの音楽が聞こえる。空耳じゃない、見ろ。ありがとう。これは何なの？冷凍光線アイスクリームトラックよ。アイスは積んでなさそうだな。クイーンはいつも万全だ。作戦は？サメを騙して地面から大ジャンプさせたところを私が仕留める。受けて立つ。で、サメを冷やすとどうしていいことがあるって言うんだ？サメって変温動物だからじゃないか。変、今なんて言ったんだ？変温動物、体温が周りの温度に合わせて変化する動物のこと。サメを急激に超低体温にできれば地面の下を瞬間移動することもできなくなる。それじゃあスカイパスに向かおう。いい考えだ。スカイパスは高いから俺たちを襲うと大ジャンプするはず。捕まえてんな、サメ坊や。今だクイーン、仕留めろ。私は地上を離れられなくてもドローンがあるからね。 G ライドの活動再開。私たちが生きてる間は凍ったままかも。お寿司食べに行かない？今はいいや。料理しなきゃならない魚がまだ残ってる。悪い魚が。迎えに行くぞネバード。走り回った後、メガガレージに向かう気分は最高だな、エリオット。だよな、チェイス。休日に好きな誰かと出かける気分だ。その誰かは車だけどな。おい、まるで詩人みたいだな。あの受付係の顔って見覚えないか？あるさ、だってドレイブンだぜ。いや違う、私はこの通りグレイブンだ。一文字変えただけだろうが。おい、いじめちゃかわいそうだろ。仕事をしてるだけだ。このまま頑張れよグレイブン。駐車券をくれよ。駐車券は必要ない。もうここから出ないからな。ここから出ないってどういうことだ？ああ、いや、なんでもない、ただのおふざけだ。
イカした車庫だ。ああ、ディスコみたいだ。車の駐車して一息ついて車の点検だ。この音は、あれはソフィアスピード。ホットウィールシティで一番速いドライバーだ。俺の次にな。二人とも今日こそきっちりと決着をつけるのよ。勝負しようじゃないの。この三人で誰が一番速いのか。そんなトロい車で走るならギアを一つ増やしたらどうだ。スピード、俺のマシンのパワーは火山並みだからな。それに俺のマシンはな、パワーが火山並みだぞ。俺の自慢話を横取りするんじゃないよ。今降りるから待ってろ。おい、下に向かってるつもりだったのに。だよな、元いた場所に戻ってる。さっき見たのと同じ車が並んでるぞ。俺には訳が分からないよ、チェイス。行こう、ソフィアが待ってる。今度は屋上に来ちまった。さっきも絶対に下へ向かってたはずなのに。これ一体どうなってんだ。いやあ、ようこそドレイブンの、あ、じゃなくて正しくはようこそグレイブンのメガミラージュガレージへ。どうか楽しんでほしい。なぜならこれからずっとここで過ごすんだからな、マヌケども。俺たちがマヌケだと？なんでそうなる。マヌケなんて言ったか。ものすごい無能と言いたかった。俺だんだん怖くなってきた。二手に分かれよう。お前は上がれ、俺は降りる。同じところをぐるぐる回ってる気がしないか。同じところをぐるぐる回ってる気がしないか。本当にその通りだ。だからそう言ったろ。どうすりゃこの気味悪い場所から抜け出せるんだ。まあ焦るな、いつも通りにやればいい。ああもうおしまいだっていう時だって、よくできた計画と作戦で切り抜けてきた。アクセル全開でアホみたいにぶっ飛ばすってか。まさに今そう言おうと思ってたんだ。効き目がない。ここに来る前まで戻れればいいのに。それだ、車をどこかに戻したいならその方法しかない。何の話だ。ギアをバックに入れろ。よし、戻ったぞ。惜しかったな、グレイブン。メガミラージュガレージから脱出してやったぞ。そうとも。それからグレイブン、ドレイブンに伝えとけ。チェイスとエリオットが惜しかったなって言ってたって。ああ遅くなって悪かったな、ソフィア。俺たちメガミラージュガレージにハマってて。一体何の話してるのよ。1分しか経ってないじゃないの。ああなるほど、よかった。レース開始だな。ギンギンに燃やしてけよ、スピード。ああそれからもうスピードでぶっ飛ばせよ。お前ってやつは最低の敵の悪の天才だな。そっちこそ。いや私は受付係だ。違う、お前は私だ。名札の名が違うだけ。車はどこに止めたっけ。俺の気のせいか、それともサメを凍らせて以来世の中おかしくなったのか。気のせいじゃない。頭に注意だ。あれってフリッツよ。遊園地のマスコットのフリッツ。それがなんでここに。それよりも問題は、人はなぜ遊園地なんてつまらんものを作るのかだ。気をつけて、ロボット犬よ。待って、ロボット犬。明らかにもともとこの辺りにいたんじゃない。道路がこんなめちゃくちゃじゃ、洗車場に着くのが大変だ。テレビゲームをしてるみたい。テレビゲームと違うのは一度死んだら終わりってこと。
これもネバードの作戦か。わからない。アルティメイトガレージにテトラフレームのアンプがあるのは見たけど、作戦としてわざと道路をおかしくしたのか、たまたまこうなったのか。いやあみんな、今日のホットウィールシティはどうなってんのかな。穏やかな一日みたいだったからママに食料の買い出しを頼まれたんだけど、通りが突然とんでもないことになってる。このでっかいビーチボールを見てよ。騒ぎの理由を知ってたらダイレクトメールかチャットで私に教えて。やつのせいで宇宙に亀裂が生じてる。なんだって。なんでわかったの。この異変よ。原因は街の中にはない。誰がどこでいつ起こしたのか、それは不明。巨大ザメにしても100万年も前に絶滅した生物が出現するのはおかしい。100万歳なんてめちゃくちゃ強烈だ。きっとネバードはホットウィールシティ中を征服するためにでっかいものを集めてるんだ。やつを食い止めないと。必要なのはとにかく猛スピードよね。受けて立つ。前から言ってみたかったんだ。だんだんこいつらにムカついてきた。でもサメはまだ凍ってる。今はもう違う。お寿司にしちゃえばよかった。サメの先にはサソリがいる。協力してるのか。じゃあバラバラにしないと。そうね、仲間割れするように仕向けよう。よし、エリオットはゴリラだ。待ってろデカザル、今行くからな。クイーンはサソリを、ドレイブンはドラゴン、ソフィアと俺はサメの面倒を見る。最新の敵には最速の車ね。サメのところで落ち合おう。あと一息だな。ああ、ゴリラ用のメガネをかけろよ。周りのループを走ってやる。そこじゃない。超滑らないタイヤだ。ワッホー、捕まるもんか。出てこそ邪悪な強敵だ。悪党が1点獲得。どうもご親切にありがとう。イチャついてるところ悪いんだけど、サソリと私がもうすぐそっちに着いちゃう。私のタイヤが狙われてる。怖がらなくていい、モンキーマンがついてる。
鬼だぞ。もうスピードだ。まさにこういうのがチームワークだ。ああ、4匹の化け物を倒して残るはクローン1人。よし、いよいよ。シティの偉大なパワーを全て私の自由にしてやる。いないぞ。あそこよ。テトラチャージャーを作ったのね。まずいよ、ピンチだ。でもいい考えがある。登録者のみんな、街がおかしなことになってるから戻ったよ。ネバードが一段とパワーアップしたクーペでホットウィールシティをドライブしながら何を企んでるのかは分かんないけど、誰にも止められない。でも待って、ホットウィールシティのヒーローたちだ。ネバードを止められるのはこのチームしかない。いけ、ホットウィールヒーローたち、ゴー。こいつを喰らえ。準備 OK、行くよ。ああ、ぬぐ。行け、ソフィア。やったな、ソフィア、お手柄だ。ホットウィールシティを救ったぞ。偉大なパワーが全て戻った。でも、どこだ、ここって。それより、今はいつ？新しいニュースです。毒を持った怪獣が大暴れする姿を見たいですか？こちらです。お好みは巨大恐竜、毒を持ったヘビご自由にどうぞ。それとも毒を持ったゴリラ。お待たせ。では保安官、この町をどうやって取り戻す計画ですか？呼んだか？あなた保安官なんでしょ？さて、今立ててる計画はというと、おお、チェイスにエリオット。これが私が考えてた計画だ。でしょうね。安心しなって、猛スピードでぶっ飛ばせってあんたに言われる前にまとめて捕まえてやる。猛スピードでぶっ飛ばせ。よし、じゃあついでにウィリーしろって言ってくんない？それとも急発進しろとか。怪獣たちを捕まえようと立ち向かうなら勝手だが、今回ばかりは見た目と違って一筋縄というわけにはいかないぞ。なあ、そうだろ、巨大ヘビよ。あいつらの目の前に現れてびっくりさせてやれ。ドレイブンが手ぐすね引いて待ってるってよろしく伝えてくれ。ああ、無理だな。確かにお前は喋れ。シャーシャー言うだけでいいさ。怪獣どもはどこだ？いた。どこに？ここだったか。手品みたいにヘビが消えたけど何なんだ？さあな、けど思いついたぞ。ドレイブンの怪獣どもが戻ってきたんなら、またこの前みたいに退治しようぜ。いい考えだ。一から同じことを繰り返すデジャブ作戦か。そこのブサイクな爬虫類、こっちだぞ。
成功だな。お次はゴリラだ。追い込んだぞ。あと一周で退治できる。毒を持ったヘビ完了。毒を持ったゴリラ完了。残すはあいつだけだ。待てよ、当ててやる。毒を持った恐竜だ。エアバッグが役立つ。助けを呼べばよかったのよ、バンパーを使うとか。毒を持った怪獣どもをやっつけたぞ。デジャブ終了。安心するのはまだ早いわ。ドレイブンが何かの手を使って。おい、どこから出てきたんだ？再登場か？空気を読めない奴ら。話が途中になってたけど、ドレイブンは転送を可能にするスライムで怪獣たちを移動させてるみたいね。心配するな、何一つあいつの思い通りにはさせない。ああ、絶対な。なあチェイス、絶対の反対の言葉ってなんだっけ？行くぞ。デジャブ作戦で同じことをまた繰り返すんだ。無駄だって、怪獣どもは何度でも転送され続けるんだから。ああ、これじゃちっともデジャブになってない。ねえ、ちょっと待って。それよ、敵は転送を続けてる。そこをうまく利用しましょう。チェイス、エリオット、怪獣たちをうまくおびき寄せて、街中ぐるぐる移動させるの。3頭を集めてできるだけ近づかせて。どものド派手なドタバタ劇だったな。何度も何度も同じことを繰り返すといえば、ドレイブンはどこに行った？私の怪獣がぐちゃぐちゃになってるのも今だけ。お楽しみは始まったばかりだぞ。勘違いするな。本当に楽しいお楽しみじゃないぞ。もうすぐ起こる世にも恐ろしい事態を覚悟しろ。いや今にきっと世にも恐ろしいことが。誰か怪獣たちをどかしてくれ。新しいニュースをお届けしよう。ホットミルシティが私の怪獣たちにめちゃくちゃ攻撃されている。ドレイブンは今までにないほどひどい悪だくみを繰り広げています。毒を持ったスライムの転送機です。ああ、私の素晴らしい悪巧みを何だってみんな知ってるんだ。秘密基地でうっかり自分が映したドレイブンの映像を我々が手に入れ放送しました。ああ、そうだな。そんなことしたっけか。やっちまったな。毒を持った怪獣どもにはいい加減うんざりだ。これ以上ひどくはならないさ。参った、ますますひどくなってる。いや、またひどくなってる。見ろ、クイーンが戻った。作戦を立てたの。二人でドレイブンを悪の秘密基地からおびき出して。任せろ。でも成功するにはあと一つ必要なものが、ソフィアスピードだ。つまり？なあ、間違いなくホットウィールシティで一番速いドライバーだ。驚いた。お前がそれを認めるなんて。これが例の場所だと思うか？どうかな、確かに不気味だ。不吉な感じ。暗くてどんよりして悪い予感が漂ってる。ほら見ろ、毒を持った巨大蛇だ。ここが秘密基地に違いない。おい、何の騒ぎだ。せっかくこの秘密基地で悪さを企んでいるのに。お前たち、うちの庭先で遊ぶな。いやおや、そいつは私の転送機じゃないか。返してくれ。この街で一番速いドライバーに追いつけたらな、ドレイブン。
ュースです。現在ホットウィールシティの歴史上一番速いレースが展開中です。知るはずないが、あのリモコンを動かせるリモコンがある。その上、罠へ向かってまっしぐらだ。またまたニュースです。すべての車が罠に向かっています。なんだと？どうしてそんなことをもう知ってるんだ。ああ、私が撮影してたのか。また構うもんか、今さら手遅れだからな。はあ、どこから建物が出てきたんだ。また怪獣たちがリモコンを奪い取ったのに。さあ、怪獣たちがお前らの車をぶっ潰し走れなくするぞ。そして私はこのラフェスタを街中乗り回すんだ。正式にホットウィールシティで一番速くてイケてる車だと認められた可愛い愛車をな。カットも当然の私を撮ってくれ。ここからうんと離れた遥か彼方まで行くことになるわよ、ドレイブン。メガドロームだ。やめろ、汚いぞ。よくも騙したな。必ず戻ってみせる。誰もこのドレイブンを止められるものか。俺たちこのホットウィールシティでもう少しつるむことになりそうだな。ところでチェイス、私のことをホットウィールシティで一番速いドライバーって言ってたわね。俺そんなこと言ったっけ。でもあの怪獣たちに負けない君の走りは見事だった。あなたもね。君が一番速いとしても今だけだ。俺が車を新しくするまで待ってろよ。それがホットウィールシティのいいところだ。ここでは誰でも一番になれる。いつの間にこんなところへ？それに一体ここはどこだ？私たちのホットウィールシティに見えるけど違う。ここはきっと別の宇宙に存在するホットウィールシティよ。完全に別の街だ。みんなでネバードを阻止しようとしたら、次の瞬間ここにいた。この世界だろうがあの世界だろうが関係ない。とにかくこのままネバードをほっとけない。そうだ、ネバード、奴を見つけてなんとか戻らないと。なんだ？え？みんなチリチリに走り出せ。明暗ね。一度に5箇所は踏み潰せない。1、2の3。ところで今俺はどこを走ってるんだ？
にしても私とは違う場所だ。私たちのホットウィルシティよりここの方がずっと広いけど、似たところもあるぜ。みんなが知ってる場所で落ち合おう。例えばメガタワー洗車場は賛成だ。いいわね。見つかるかな。じゃあ後で。あら、誰かさんが戻ってきた。足元気をつけて。困ったわ。どうもここから先には逃げられないみたい。後戻りするしかなさそうね、トゥーリガン。あの速い車は誰？あ、大丈夫？あなた誰？クイーン？まさか私の方がクイーンよ。本当に？じゃあ独立したニトロエンジンを加速させるのに最適なギア比を答えられる？ねえ、それが何？私はただ早く走りたいだけ。私にそっくり。でも中身はソフィアみたい。よし、見覚えがあるわ。メガタワー洗車場はここを過ぎてすぐ。危ない！ちょっと何様のつもり？私？俺のはずがない。俺ならこんなこと絶対しない。なんで？面白いぜ。ぶっ飛ばしたいんだったらそんなことをしても無駄だ。ぶっ飛ばせ？俺の言いそうなことだ。ちっとも似てない。ワッホー！おーイエーおお、メガタワー洗車場は元の世界のままだ。心配するな、中身はぐんとアップグレードしてるから。私たちって初対面よね？それとも会ったことある？見てよ、別の宇宙に双子の姉妹がいたの。ドッペルゲンガ双子だらけなんだ。ねえ、いい子そうね。また、エリオットは？エリオット？なんでエリオットがどの宇宙にいるか気になるの？友達だから。この世界じゃ友達じゃない。ここでは悪の天才の手先だからな、ネバードさ。なんでって？邪悪なクローンに？待って、どうしてネバードを知ってるの？私たちがテトラフレームで閉じ込めてるのに。説明は後だ、仲間のエリオットに教えないと。わかったわ、まずは見つけるのが先ね。任せて。見て、双子が3組も。クローンが大流行りだな。それにしてもどうやってパラレルワールドに来たのか。何らかのワームホールを通ってきたはずだが、覚えてることないか？うん、ネバードがテトラフレームを盗んだのね。それで猛スピードでカーチェイスをしてるうちにこっちの世界へ。どうしてわかった？やつも怪物たちも捕まえたつもりだった。もう一つのホットウィールシティへ行ったなんて思わずに。テトラフレームで強力な扉にしてたの、ネバードに街を征服させないために。永遠に閉じ込めたくて。悪いニュースを伝えるのは辛いだけど、ネバードが戻った。エリオットを見つけないと。見覚えのある場所だぞ。メガタワー洗車場はもう近いはず。おお、これこそまさにアルティメイトガレージだ。よう、気に入ったか？もちろんだって。え？すげえ、すげえ。ちょっと待てよ。
まさか名前はエリオットか。マジか、どうなってる、ぶっ飛んでるぜ。エリオット、双子の兄弟ができた。いや、それ以上だ。ああ、まったくだ。やばい、エリオット、ここから逃げないと。安心しろ、エリオット。こいつは味方だ。味方？ああ、お前と俺とそれからネバーの？エリオットを取り返さないと。そのためには猛スピードを出さなくちゃ。一緒、うん、信じられない。同感だ。お前がネバードの味方なんて嘘だろ、エリオット。それの何が悪い、エリオット。ああ、どこへ行く。いや、たった今洗濯機の中にチーズバーガーを入れっぱなしだったのを思い出してさ。私の好物はチーズバーガーよりブリートだ。ドレイブン、戻ってきてくれたんだな。ならエリオットを説得するのを手伝ってくれ。ネバードの仲間だなんて。では私で二人目だ。え、まさか君も仲間になるか。もしくは。もしくは助けが来るかだ。チーズだ。そうはさせるもんか。そんな、やめろ。行くわよ、エリオット。恐竜が悪いエリオットに構ってる隙に。車は踏むな。しっかりしろ、俺をよく見ろ。やめろって、俺は味方だろ。よせ。ドレイブンはどこ。道の反対側に車を止めた。敵に寝返ったんだ。この通り、お前たちが欲しい車が全て揃ってる。名車の独り占めだ。最高にイケてるな、ドレイブン。実に見事だ。私はいい味方を見つけたようだ。だが私の双子はどこにいるんだ。こっちのホットウィルシティのドレイブンは。我々のドレイブンはテトラフレームでワームホールを強化し、パラレルワールドへのドライブを可能にした。ああ、そうとも。それからクローンのネバードを作って自分は冒険に旅立った。私の双子はまさしく悪の天才だ。まあ、ある程度はな。そんな過去の話より、屋上に私の新しい友人が。いい？作戦はこうよ。チーム最高の2人のチェイスとクイーンと私の役割は見張りと悪人の気をそらしておくこと。チームもっと最高のクイーンの双子とソフィアとエリオットはアルティメイトガレージの敷地に監視カメラを仕込む。そうすれば敵の施設の仕組みが分かってネバードを倒す方法も見つかるはずよ。でもなんで私の名前はクイーンの双子なの。クイーンクイーンじゃなくて。それはじゃんけんで負けたからでしょ。集中できるか。最高。これが見えてる？ドレイブンがネバードを手伝ってるぞ。ひどいことになった。仕
かも予想はついてたわ。ちょっと下を見て。悪いエリオットよ。ネバールのラボに向かってる。何があるのかな。確かめよう。チーム最高、レーザーフェンスが解除されたら滑り込むぞ。ネバードのでかい友達に注意しろ。了解、行こう。いよいよ始まりね。あれが見えるか。ヘッドライトだ。捕まえてみな。捕まえてやる。作戦成功。ネバードが引っかかってレーザーが解除された。今がチャンスよ。よーし、潜入だ。いいか、化け物どもの相手をするんだ。できるだけ長く。ついてく魚は勘弁。エリオット、車酔いしちまう。気の毒だな。悪党なんかになるからだ。エリオット、青いケブクゼラ君をずっといじめてたいけど仕事があるの。最後はゴリラを呼吸困難にしておしまいね。賛成。やったね。今回も引き分けね。監視カメラを先に仕込んだ方が勝ち。いいね、乗った。よし、そろそろ行こう。